ロシアのウクライナ侵攻でイーロン・マスクのスターリンクが活躍。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる。チャンス2チャレンジ、中島誠二のビジタツ7。第115回目のテーマは、ロシアのウクライナ侵攻でイーロン・マスクのスターリンクが活躍というお話なんですが、まあ皆さんもご存知だとは思うんですが、あのイーロン・マスクが展開するスターリンクという、まあ衛星なんですけどもね。いや、ここがね、このロシアの、まあ、ウクライナ侵攻問題で活躍するわけなんですね。はい。スターリンクという、この、まあ、サービスは、あのスペース X 社の商品なわけなんですね。もう少しわかりやすく言いますと、衛星インターネットアクセスサービスということなんです。それをこう提供してるんですね。まあ具体的に言いますと、まあ、山のてっぺん、まあすなわち受信基地のないようなところでも、実はこう衛星からですから、山のてっぺんであったりも、本当にこう深いね、森の中であったとしても、ね、十分こう通じると。どっかの島にポツンといたとしても通じるっていうのが、まあこのスターリンクということのようなんですね。さて、どんな展開がされたのかっていうことなんですが、実はこれはこう、ウクライナの副大統領が、まずイーロン・マスク宛てにツイッターを投げかけたと。まあツイッターによって、まあその、ツイートした内容が、イーロン・マスクさん、あなたが火星への入植を考えているその間にも、まあこれ分かりますよね。あのスペース X 計画っていうのは結果的にこう火星に入植しようという発想ですから、その入植を考えているその間にもロシアはウクライナを占領しようとしてるんですよと、ね、ロシアのロケットはウクライナの、ね、民間人たちを攻撃してるんです。いや、ここの手前のちょっと一行今飛ばしましたけど、本来はこの、ね、イーロン・マスクさんが言ってたのは、あの、ね、ロケットを一回飛ばしたのをまたこう着陸できるようにしてる。それやってる間にもロケットを違う使い方してるんだっていうことをこの副大統領に言ってくる。そしてウクライナにスターリンクの送受信機を提供してくれないかと。そして、あの、分別あるロシア人たちに立ち上がるように、まあ、分別ない人たちもいるかもしれないんですが、ね、そういう機会にしてくれませんかと投げかけた。先に結論から言っていきます。なんと、10時間27分後には、もうそのツイッター上でもうセットできましたよと、ウクライナさんのためにっていう、そんなこう、ツイートがね、戻ってきたぞと。すなわちこう、リプライと言われるものが、こんな風な感じでした。ウクライナでスターリンクのサービスを利用できるようにしましたよと。追加の端末も今配送中ですって言って、イーロン・マスクが、リプライしたと。ツイートをリプライしたという、そういう話なんですね。いいですね。で、これをして、それに対してこの副大統領が、まあ、お礼のメッセージを送ってきたわけなんですね。で、そうしますと、この、フヨードロフ副大統領という方なんですが、ツイートしたことによって、実は、何人いったかな、何万件ものね、ありがとうに対して、まあ、みんながいいねを送ってきたというふうに聞いています。さて、改めてなんですが、これね、私がしばらく前に、このビジタツセブンで、たかが失敗だ、失敗しないでイノベーションは起こせないという話をしていたわけですね。その中にもあったわけなんですが、実は、このスペース X、ファルコン9、まあ、ファルコン1があったんですけども、まあ、それだって、まあ、打ち上げに3回目でやっとこう、ね、4回目か。4回目でやっとこう成功するわけなんですが、実はもう、1回打ち上げたのをまた戻ってくるまでもう、8回って言ったかな。
7回失敗した8回目にやっとこ戻ってこれたっていうかな。で、これを展開していって、そのプロセスにおいて、先ほどの、まあ、インターネットのアクセスサービスをするための衛星を上げてたんですね。実はファルコン9が、その、まあ、宇宙に行ってからって、その衛星60機って言ってました。1回の往復で60機をその地球上にこうどんどんできると。今、数千の衛星が、このファルコン9に運ばれているようなんですが、まあ、最終的には何万という数の衛星を打ち上げる予定というふうにこう聞いていますので、結果的にはこのスペース X というのは私の頭の中でも、いや、火星に入植するためのものだろうと思っていたということなんです。ところが、ね、今回のこのスターリンクというこのサービスっていうのが、いや、こんなところで役に立つのか、いや、もっと言えば私たちも100ドルだと思うんですが、毎月100ドル払えば、今ちょっと円安に傾いていますんで、毎月12,000〜13,000円、ね、13,000円ぐらい払えば、まあ、どこにいても私たちは、まあ、受信、送受信することができるというのが、このインターネットアクセスサービスということにつながる。まあ、このスターリンクの良さ。ですから、今回のような戦争の、ね、現場にあっても、結果的にその、大体ロシアは当然送受信しないようにね、こう、仕組んでしまうわけですよ。それに対してもきちっとこう対応したぞという話が、まあ今回の話になったということで、まあ私からしましても、本当にこのね、イーロン・マスクがこんなこう活躍をすると思わなかった。いや、もっと言えば、このスペース X 社の、まあスターリンクというこのサービスというのは、今回のウクライナ問題でかなり僕はもう世界のニュースで発信されたわけですから、かなりの多くの人たちが、このスターリンクの存在を知れば、そしたら非常にこう、日本なんていうのは非常にいい環境にあるわけですよ。でも、ところが他の国からしてみたら、もう全然送受信できない地域がたくさんあるわけですから、その意味ではこれからこのスターリンクが活躍するんではないかなっていうのが、まあ、中島的ものの見方ということなんですが、皆さん、いかがでしょうか。あのイーロン・マスクがここまで活躍するとは、いや、次なる時代のことを見据えてどん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 こう投資する、そしてまたその技術をその先を行こうとしてるっていうことについては私は目が離せない。いや、もっと言えば私の中の興味はイーロン・マスク、よし頑張れって言いたくなるということで、今回はロシアのウクライナ侵攻でイーロン・マスクのスターリンクが活躍というお話でした。イーロン・マスク、頑張ってください。